わー、いい感じですね。めちゃなんか豪華じゃないですか。楽しい船旅の始まりです。こちらどうですか。最高のロケーションですよね。はい、どうも、今ですね、こちらのダニエリホテルだったかなをチェックアウトいたしまして、2つ目のねホテルに今から向かいたいと思います。値段もお高めないいところなんで、すごく私も楽しみにしてます。ここからの移動に関してはですね、お迎えが、こちらのホテルに来てもらってますので、その方に連れてってもらおうかと思います。ここってなんかタクシー文化というか、どっちかっていうとこう船ですもんね。ゴンドラで運んでますもんね。楽しみです。ちょっともう少し待ちます。じゃあ今から向かいますよ。また良さげなやつですよ、こちら。いいね、この船ね。出発。ちょっと見つからないように。最近私も運転してますからね、少しずつ船のことが分かってきました。結構むずいですよね。今回のホテルはね、先ほど宿泊してたところから、まあ、15分程度の場所になるということで、水上タクシーみたいなゴンドラに乗りまして、届けていただいております。着いた。もう一瞬だったね。今回泊まるグリッティパレスというホテルになります。到着いたしました。グリッティパレスホテル、1525年に建てられ改装された歴史のあるホテル。全91室で隠れ家のような雰囲気ですが、その雰囲気を好んでか、ベネチア国際映画祭の時には俳優さんや女優さんも利用するホテルです。運河沿いに建てられているため、多くの旅人たちが魅了しました。はい、じゃあ中入ってきましたよ。めっちゃ素敵じゃん。ね、また昨日とは違った感じで。泊まった人のなんか書いてんね。ね、みんな、なんか書いてる。今からチェックインしたいと思います。はい、お部屋の前やってまいりましたよ。じゃあ行きますか。わー、いい感じですね。もう入ってすぐから素敵な雰囲気が漂いまくってますけど、めちゃいいじゃないですか。いやー、ちょっと昨日のところとはね、ちょっと全然違いますよね。料金も全然違うんですけどね。3570ドルですね。今の為替だと60万ぐらいになりますから、ちょっと高すぎじゃねっていう、そんな感じのお部屋なんですけども、お、ウェルカムいただいております。はい、こちらね。で、何よりもこれ見てよね。これ朝ごはん食べたけどね。いやー、こちらたくさん取れるんでしょうか。色合いもいいよね。ね、まあこの家具も高級品だらけなんだと思われますけども、なんかお花をつけてくれたとかっていうのは言ってましたね。はい、ミニバーとかもね、じゃーん、まあこのように用意されてて、お水はフリーだと言ってましたね。ここからの景色が絶景なことを言ってましたね。ちょっと行きますか。じゃーん、おー、いいですね。はい、こんな感じで街を見下ろせる感じで、そこにね、ゴンドラのサービスがあって、たくさん皆さん乗っておられますね。我々もちょっと落ち着いたらゴンドラ、後でせっかくなんでね、乗りに行きたいと思います。お風呂場まだ見てなかったですね。ちょっと入っていきたいと思います。おー、めちゃなんか豪華じゃないですか。素敵。この色合いも、こちらね、バスタブとシャワールームが別になってますよ。はい、トイレもすごい綺麗。いいですね。なんかすげえ豪華な感じ。はい、という感じでね、やっぱり値段相のね、素晴らしい部屋だったんじゃないかと思いますけどもね。そういえば今回は明日から乗船するですね、お船の乗客の方々も同じようにね、宿泊してると聞いてます。なので今からちょっとブラブラ散歩したいなと思いますけども、合うんじゃないかなと思いながら、まあ、せっかく来たんでね、街また散策しに行きたいと思います。じゃあね、せっかくいただいてますから、まあね、なんか申し訳ないで開けますか。じゃあ行きます。あ、空気すば、おーっと、では皆さんと乾杯。うん、あ、でも飲みやすいかも。これは私でもいける。そしてこの大量の、うん、あんま、うんま、最高です。じゃあ街ブラブラしますか。ホテルの外出てみました。ゴンドラサービスと書いてますね。あそこでね、なんかゴンドラお願いして連れてってもらうパターンでしょうね。もう少しブラブラしたいと思います。はい、今ね、お店見つけまして入りました。ただですね、ちょっと店入ってから気づいたんですけども、これ前にね、仮面舞踏会の時に実は来てる店でした。また同じようにボンゴレをついでに
ついでというか、頼んで、チキンサラダと。そんなに店ないですね、そもそも。お外で食べれるの。せっかくこういうとこ来たらね、外で食べたいですよね。はい、じゃあチキンサラダね。バルサミコのドレッシングをかけまして。うん、うまい。じゃあ、ボンゴレですね。うん、うまっ。これは外さない。またボンゴレの日々です。はい、今ね、美味しいランチをいただきまして、ホテルに戻ってきたわけなんですけど、ホテルの前がゴンゾラ乗り場なんですよね。送迎のね、タクシーというか、かっこいいボートは乗ってますけど、ちゃんとしたゴンドラはまだ乗ってないような気もしたりするので、ちょっと意味が深くて。はい、行けたみたいです。はい、ゴンドラ乗れましたよ。お、発進しました。楽しい船旅の始まりです。そんな高くなかったよ。90ユーロぐらい。90ユーロっていくらだ？あ、1万5000円ぐらいするってことか。あれ？そうですよね。ああ、もちもちするんか。両替とかしたら金銭感覚狂っちゃいますよね。のんびりゴンドラでぷかぷか浮いております。自宅の前にさ、こういうボートがたくさん浮いてますよ。これ多分家ですよね。今細い路地に入ってきましたよ。あ、なんか部屋番書いてるけど住んではなさそうだが、この街はちゃんと稼働してるのか。あんまり建物はあるけど生活感がない。はい、今ゴンドラで橋をくぐってる感じで、いやー、なんとものんびりした観光ですね。後ろもずっと来てるんだ。船乗りの服はなんかウォーリーみたいな服ですね。はい、泊まってるホテルのところに戻ってきましたね。こう見るとホテルも本当素敵だな。しかし本当みんなたくさん乗ってる。おお、ちゃんと車庫入れ。これも難しいな。2、30分ぐらいかな。あ、船旅でした。さあ、ディナー。とりあえず歩いて見つけた。ホテルの下が大人気でダメでした。なので、歩いて10分、適当に見つけたお店。はい、来ましたよ。カルボナーラと生ハムメロン。いただきたいと思います。いつもボンゴレですからね、ちょっと今日パターン変えてボンゴレあったけどもカルボナーラ。めちゃうまっ。カツレツ来ましたよ。美味しそう。いただきます。うまっ。めちゃうまい。揚げたてだからなおさらだね。生ハムメロンいきたいと思います。これ何個でも食べれそうだけど、いただきます。うん、甘いメロンにこのしょっぱい生ハム、そしてこの生ハム柔らかい。うわ、当たりですね。当たり当たり当たり。はい、食べまーす。はい、今から朝ごはんですけど、素敵な場所でお食事が食べれますよ。こちらどうですか？最高のロケーションですよね。もう昨日もめちゃくちゃ良かったんですけどね。でもこっからも最高だし、朝めちゃめちゃ涼しいですね。今7時半なんですよ。船はね、まだ少ない方だと思うんですけども、これからね、船だらけになりますが、本当この街いいですね。ここなら住んでもいいのかなと思ったりしますけど、まあでも毎日行ったら多分飽きるんでしょうね。まあということで、今からちょっとせっかくなんでビュッフェ見に行きたいと思います。すごいな、なんか一個一個がなんかめっちゃ丁寧に作られてる感じがする。フルーツも美味しそうじゃない？ね。はい、あとで全部モリモリいただきたいと思います。とりあえずね、ハム、サーモン、パン飛びました。なんか他にもね、取りに行こうと思ったんですけど、昨日もですね、カモメが取りに来たんですけど、今日もうさっきからね、何度も何度もこの辺近く来るんですよ。だから一個ずつ食べては取ってを繰り返さないといけないですね。最高のロケーションで食べる朝食はとても美味しいと思いますので、じゃあいただきたいと思います。あー、まっ。サーモンは、やっぱサーモンが違いますもんね。生ハム、うまっ。口の中にとろけるんですよね。何が違うんですかね。切ってるだけだと思うんですけどね。すごく美味しい。また菓子パンですよ。あ、ちゃんと今オーダーしましたけどね。うまっ。チョコパンも格が違うぞ。表現しづらいんだけど、パンはサクサク、チョコは甘々。ハハハハハ。すごいすごいすごい。Thank you. 切ってもらった。すごいな。
塩分取りすぎになりそうだけど、でもこのしょっぱさが最高ですね。見て、パンケーキとワッフルとでオムレツ、オムレツからわチーズ、よっしゃ、うん、やっぱりちゃんと作ってもらうとうまいね。何もつけてないけどね、そのままでも美味しい。じゃあね、こちら、パンケーキ、美味しそうでしょ。うん、美味しいパンケーキですはい、朝食美味しかったですね。チェックアウトの準備をしております。今回のお宿皆さんいかがでしたか。素敵なホテルでね、お部屋も綺麗でということでね、とてもねいい感じのホテルだったんじゃないかなと思いますけども、まあ今回の見どころはあれですよね、やっぱゴンドラですよね。あれ良かったですよね。今日の朝のあの朝食ですよね、あの絶景をね眺めながらね美味しい朝食をいただくということで、食べたもの全てが本当に美味しいと言っても過言ではないぐらいね、最高の朝食だったんじゃないかなと思います。ただね、まあ値段がねまあまあするんで、そういう意味ではねまた来たいかって言われたら正直ハテナですけどね。日本だったらね結構30万で高級温泉宿泊まれまして、それが200ぐらいできるわけですからねまあ考えもんですけども、でもそれも含めてね海外ということでね、今円安でまあ状況が悪い中ね、それでも快適な環境をねご用意いただいて本当にありがたいなという感じでございました。これでいよいよまあ終了ということなんですけども、ここからですよ皆さん、5年越しですから。何回言うねんっていうぐらいね、私のチャンネルユーザーさんは聞いていただいてると思いますけども、ずーっと待ちわびてたいよいよのリッツカールトンクルーズに乗るということになりまして、それは次回の動画でねお届けできると思いますのでね、後にも先にももうこれが最後かなというぐらい高額なねお船になりますので、さぞかし最上級のクルーズだろうと思いますのでね、どんなものかっていうのをぜひ皆さん見に来ていただきたいのでね、お届けできればと思います。ではお見逃しないようにね、チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。次回最高のクルーズ旅でお会いしましょう。ありがとうございました。